自民党は政治資金パーティーの副総議員全員の比例重複を認めない方針です相当程度の非公認が生ずることとなるが国民の信頼をうる観点から公認権者として責任を持って最終的に判断をしていくものとする候補者が選挙区において説明責任を果たし 台路を立って有権者の審判に到落を委ねることとする。石破総理はきょうの自民党の選対会議で次期衆院選の公認について党の処分の重い人で説明責任を果たしていない議員らを非公認とする方針を固めましたさらに派閥の政治資金パーティーをめぐり不記載があった議員全員の比例重複を認めない方針を明らかにしました。 立憲民主党の野田代表は先ほど、相当程度が公認されないという言い方は間違っているんじゃないか、ミスリードじゃないかと述べました。衆院選は今月27日に投開票の見通しです。